小牧インターチェンジは、愛知県小牧市にある、東名高速道路、名神高速道路、名古屋高速11号小牧線のインターチェンジである。なお、同項目では、名古屋高速11号小牧線小牧北出入り口についても記述する。名神高速道路と、東名高速道路の奇襲点であり当たりインターより、西は名神、東は、東名という境界線であるが、 ジャンクションではなく、両者をまたがった通行者は一本の高速道路のようにそのまま通過できる。当該インターチェンジは名古屋高速が接続し、東名、名神高速とは連絡路で直結している。名古屋高速における小牧 IC は、東名、名神高速との乗り継ぎ専用であり、国道41号との出入りは小牧北出入り口で行う。ただし、 小牧北出入り口は、ハーフインターチェンジのため国道41号、犬山方面及び国道155号バイパスのみアクセスできる。また、当該出入り口は、名古屋高速11号小牧線の終点でもあるため、これより北側については高速道路がないため国道41号を、介した連絡となる。なお、小牧北入り口は、名古屋市内に向かう名古屋高速専用入り口のため、 透明、名神高速に乗り入れることはできない。乗り入れる場合は、小牧 IC を利用する。一方、透明、名神高速から名古屋高速へ乗り入れる場合は、小牧機体入り口とは別の小牧料金所を通過する。インターはトランペット型として設計された。名神高速のインターチェンジとしては、比較的遅く構造を設計されたことから、他の IC と異なって、 構想段階から現構造で計画された。本線から分流して270度方向転換して、出口料金所に至るのは、神戸方面からの交通となっているが、これは、東名高速と中央自動車道からの重複交通によって、東京方面からの流出路は、交通量が多いとされ、反対に、神戸方面からの利用は、 少ないとの判断により西側からの本線流出路に270ドループが採用されたものである。東名高速道路の東 IC から豊田 JCT までの区間及び、名神高速道路の東 IC から養老ジャンクションまでの区間では、利用距離あたりの高速料金が大都市近郊区間の料金水準となる。小牧 IC 共用当初は、名神単独の IC であって、 東名高速とは接続していなかった。よって、県道名古屋小牧線の交差部で本線が途切れた状態で強用された。当初はシングルトランペット型として完成し、接続する一般道路とは平面接続とされた。しかし、国道41号の慢性的な渋滞によって平面接続では支障をきたしたことから、日本道路公団と建設省は、 渋滞解消緊急改良事業を推進し、1989年に犬山方面からの流入路を立体交差化した。さらに国道41号の往復6車線化の事業も推進され、これは1993年に完成を見ている。2001年10月には名古屋高速11号小牧線と接続したが、この時は用地取得の遅延により、透明。 名信との連絡路と小牧北出口の未開通し、小牧北入口については翌年の強要とされた。園運用は時間帯やメンテナンスなどの事情により変更される場合がある。小牧北出入口に関するカテゴリー、ありがとうございます。